ラブド510系の10連、原型、赤塗装、チューリッヒ中央駅、1985年ラブド510系、更新後、NPZ 塗装、チューリッヒ S バーンの S16 系統で運行中、スイス国鉄ラブド510系電車は、スイスのスイス連邦鉄道の都市近郊列車で、使用されていた電車である。スイス最大の都市であるチューリッヒから、 中立ヒ湖北岸のマイレンを経由して、ラッパースビールへ至る通称ゴールドコースト線では、古くから都市近郊列車が運行されており、1929年以降 FE4、4型、チェーオン、6系電車が2軸、3軸客車及び片側に運転室を持つ2軸、ボギー式制御客車を牽引するシャトルトレインが運行されていたが、 その後1960年代にはこの路線を30分間隔で運転する計画が立案され、専用の高加減速性能を持つ機材が必要となったために用意された車両が、後の称号改正で、ラブド510。形となる20編成のラブドを12、12系である。本形式は、スイス国鉄発の本格的な固定編成、全電動車方式の電車で、 当時のスイス国鉄の車両は緑色塗装が標準であったものが、来に 4K やや5などの軽量高速電車と同じ赤色塗装とされていたことも特徴であり、その運行路線からゴールドコーストエクスプレス、もしくはその高加減速性能から当時、スイス軍航空隊に配備されつつあったミラージュ3戦闘機の名を取ってミラージュと呼ばれることとなった。 その5本形式はゴールドコースト線で使用され続け、1990年にチューリヒーエスバーンが発足するとエスバーン各線で使用されるようになり、1996から2001年には更新改造を実施して、新しい UIC 方式の形式名であるラブド510型となって2010年12月のダイヤ改正で全車が運用を外れるまで終始。 中立非均衡で使用され続けた。このラブド510型は3両固定編成の前くらい、側から各社 11XX-1,11XX-2,11XX-3 と呼ばれており、12編成が SWP を主発注先として1963年7月に5700万、スイスフランで発注され、代謝を呼び、 両戦闘車の車体の製造を SWP、中間車の車体を FFA、電気品の製造はサス、主電動機、駆動装置は BBC がそれぞれ担当しており、低圧タップ切り替え制御による全電動車方式のにより、軌道マイナス約時速8 0トルまで、加速度秒速0 8 7ルに、低視時速1 2 0トル加速時間約45秒の、 高加速性能を有している。なお、製造時の編成番号、運行開始年、製造所は、以下の通り、UIC 編成番号、更新改造、改版年、旧編成番号は、以下の通り、等室室内、中央のガラス式リカが、更新改造で撤去された旧中央扉部二等室室内、更新改造後、ラベ510型は三両編成で、 前くらい側から各社 11XX1 から 11XX2。11XX3 と呼ばれる、車軸配置ボボボボボボの全電動車方式となっており、スイスの一般的な電車と異なり、編成内に機器類を分散配置した固定編成となっているが、両戦闘車は基本的に同一構造の車両を方向転換したものとなっており、 称号改正後の基板は同市番号となっている。車体抗体は、構成で、幅 2905mm、高さ 3019mm、車内幅 2779mm、床面高 125.5mm で、大枠側針は鋼材を箱型に組んだもの、床板には波板を使用している。 窓扉配置は 1D5DD14DD11D3D3DD4DD5D1 となっており、車内は乗務員室デッキマイナス2糖質デッキと、トイレ、機器室マイナス2糖質デッキ。荷物室とトイレ、機器室デッキマイナス1糖質デッキマイナス1、糖質デッキデッキマイナス2糖質デッキとトイレ、機器室マイナス2糖質デッキ。 マイナス上無印質の配置となっている。先頭部は同時期に製造されていた部540型を正面非貫通としたもので上下方向に後退角がつき左右方向に大きな R がついた丸みを帯びたデザインとなっている。前面窓ガラスは曲面ガラス3枚車体角部の曲面ガラスの構成で正面下部左右と屋根中央部に 丸型の全小刀剣標式等が、株補助干渉機上部に、デザイン化された仕掛けステップが設置されている。また、先頭の連結機は、通常のネジ式連結機ではなく、電気連結機、空気連結機を併設した GF 式、自動連結機として、分割、併合を容易にしているが、連結機両はに、角型の補助干渉機を設置しており、 フックにアダプターを設置したネジ式連結器とも連結が可能である。なお、先頭の連結器下部にはスノープラを兼ねた大型のスカートが設置されているほか、編成中間には電気連結器空気連結器を併設した半永久連結器となっている。運転室はリ百2 0型六620軽電気機関車と同デザインの 運転席左側の空気ブレーキ関係のレバーと右側の電気関係のレバー式のマスターコントローラーにより操作する方式で、軽機板にはアナログ式軽機が設置されており、乗務員室扉は設置されず運転室後部の乗降デッキから出入りする方式。運転室の側面窓には電動式のバックミラーが設置されている。デッキ部は床面高さ五ミリメートルで、 ホームからステップ2段を経由して乗車し、そのまま、同じ床面高の客室へは片開き、扉のデッキ扉を経てつながっている。客室は1等室、2等室ともにプラス2列の4人掛けで、1等室は、シートピッチ 2000mm で座席幅 1095mm、2等室は 1650mm、1085mm の固定式、クロスシートで、 一等室のものは、クッションと頭持たせ付きのヘッドレスト。二等室のものは、樹脂製、ヘッドレストものが用意されている。また、客扉は幅 620mm の2枚よりど、客室窓は高さ 950mm、幅 1200mm の加工窓、荷物室は面積10平方メートルで、扉はの片引き扉である。屋根上の、 拡大車上の剣部には冷却ファンを内蔵した、主電動機器及び油冷却用の冷却儀、採入用の空気取り入れ口のルーバーが設置され、中間車後くらい側や値上がり端部に、パンタグラフが、両線頭車屋根中央部に、主回兵器が設置されて母船が引き通されているほか、両線頭車の連結面よりと、中間オーバーくらい側には抵抗器が設置されている。また、 各車車体内の機器室には、ブレーキ用の接触器や逆転機が設置されている。車体塗装は脳赤色をベースに、上高扉を銀色として一等室である中間車の幕板に黄色の細体を入れたもので、両先頭車の中央の機器室部側面に、SBBCFF のクロームメッキの切り抜き文字が設置されるほか、 各社の両車端部の乗降扉脇に客室等級と禁煙、喫煙の区分が、車単下部に形式名と基板等の表記がそれぞれ白色で入れられている。屋根状機器と屋根状はグレー、もしくは銀色、床下機器と台車、正面スカートと側面機器服はダークグレーである。制御方式はタップ切り替え装置による低圧タップ切り替え制御で、 制御段数はそれぞれ立二29段、改正ブレーキ21段、主電動機は2台直列3組並列接続の12台制御で、主制御装置を両先頭車に搭載し、両先頭車及び中間車片側の台車を1台の主、制御装置で制御する方式である。主変圧器は揺れ、床下搭載式で、入力 15KV。 容量は走行用は1462クバで15のタップを有しており、列車暖房用は1000ボルトで60クバ補給駆動用は AC220 ボルトで36クバとなっている。ブレーキ装置は電気ブレーキとしてタップ切り替え装置による回生ブレーキを装備するほか、空気ブレーキ、手ブレーキを装備している。台車は軸距 2600mm。 車輪計 850mm の SWP 製鋼版溶接組み立て式台車で、すべての台車が同一構造で、互換性があるが、両辺成端のみ手ブレーキ装置及びフランジと雪が装備されており、軸箱支持方式は、円筒支持式、枕バネは、同時期に製造されていた、部540型やライテイ,イ型などで、一般的であった、トーションバー式から、 コイルバネ式に変更となり、軸バネも、コイルバネとなっている。基礎ブレーキ装置は両、多機式の踏みずらブレーキで、ブレーキシリンダは、台車走下、車輪踏みずら形状は、都市近郊列車での運転に備えて、スイス国鉄で、一般的なフランジミリ 27mm、フランジ角60度のものから変更となり、フランジミリ 32mm、フランジ角70度のものが使用されている。 主電動機及び、歯車箱は、台車倉庫となっており、クイル式の一種である、BBC 製のスプリングドライブ式駆動装置で、動力が伝達され、歯車比は2.913となっている。その他、パンタグラフは、BBC 製のツーップ350、二両系一機を、中間車後くらい、側屋根上に、主開閉器は、ツープ DBTF20i 空機遮断機を、 先頭車や値上がり中央に搭載し、補給類は AC220V16 に3ルツ駆動の種、電動気走風機を各台車上の屋根上に計6機搭載、定格出力2 8ットのオイルポンプ1台、蓄電池充電用のコンバーターなどを機器室内に電動空気圧縮機1機を中間車の定格電圧3 6ト 電流 40A のツーップ G7434 蓄電池計3機を各社のそれぞれ床下に搭載している。電気連結器は列車暖房引き通用のものを正面端両下部に充電総括制御用で42芯のツーップ STK4236 を正面端張り下部中央左側に設置されており、充電総括制御装置としては システムファイドを搭載し、以下の格動力車と重連総括制御及び制御客車からの遠隔制御を可能としている。1996から2001年にかけて更新改造を行い、車体や機器類が更新されたほか、乗降扉がプラグドアに変更され、両先頭車中央に従来2カ所設置されていた扉が1カ所にまとめられたほか、 中間車中央の扉が埋められて固定窓が設置されている。また、全面下部左右の全小灯がスイスの鉄道車両で標準となっている角型の全小灯と標識灯のユニットに変更されている。車体塗装はブド五560軽電車による NPZ に準じた新しい S バーンの塗装に変更されており、車体塗装は明灰色をベースとして側面窓周りと 側面戦闘部を、脳性色、正面を、赤、正面窓周りを黒としたもので、上高扉及び役棒が、黄色となっており、側面下部に、スイス国鉄のマークと、ロゴが入るものとなっている。また、屋根上機器と、屋根剣部より、上部はグレー、床下機器と、台車、正面スカートと、側面機器服は、ダークグレーである。製造時からの運行区間である。 チューリーヒコ北岸のゴールドコーストを走行するラブド510系の十連チューリーヒ中央駅の地下ホームである通称博物館通り駅に発着するラブド510型による S バーンの S16 系統。事業用客車の X608599 から90106から3号車となった9119。 2号車、ロカルノ駅、2017年ラベ12、12型は、竣工後予定通り、中立ヒ中央駅ラッパースビール間で30分間隔の運行を開始しており、これに伴い同区間の内クスノッチヘルリベル区間 4.8km と、指定ファエリコン間 2.5km が、伏線化されている。運行開始後間もない1971年1月18日に、 ラブドー12、121009編成と1119、愛編成がヘルリベルクで事故を起こし、3月31日には1109、編成の1109、3愛号車と1119愛編成の1119、3愛号車が、廃車に、1119、2愛号車が、保留車となった。また、同年3月25日には、ラブドー12、 12113編成と1117愛編成がエリコンで別の事故を起こし4月30日には1113編成の11131愛号車と1117愛編成の11171愛号車11172愛号車が廃車となっているこれに伴い事故編成の残存した車両が旧車となるとともにラブの12 12120編成が3月に空番となった1119に改版されて、ラブド 12, 12、12119通編成となって、各社も改版され、4月30日には空番の1117に再度改版されて、ラブド 12, 12、12117通編成となり、合わせて編成各社も1117,12 11 11、1 1 1 7二2 1117, 三通号車に改版されている。その後、残存した1109、1愛、1113、2、1113、3愛、1117、3愛、1109、2、1119、1愛号車の各車は一時的に、ラブド12、12106編成及び、ラブド12、12111編成の各車と合わせて、編成の組み替えを行って運行されていた。 各編成の編成番号は以下の通り。そして、1971年6月16日から1972年7月19日にかけて順次改版を行い、以下の通り編成番号と車両番号が揃えられている。また、保留となっていた1119、2号車は1981年8月14日に、 事業用客車の X508599 から7306から4号車に、その後、X608599 から90106から3号車に改造されている。なお、上記の事故、編成組み替えなどによる各社の廃車年及び、編成番号、車両番号の改版履歴は、以下の通りその後1990年に発足した、チューリッヒの S バーンでは、 部540系、部の560系電車が牽引する、客車列車、リオン150系電気機関車が牽引する4両固定編成の2階建て列車と、共に、各路線で運行されるようになり、115編成と、ともに S バーン各路線で運行されることとなった。中立比中央駅を拠点に放射状に、運転されている、S バーンは S 2 S 18、S2S18。 S21, S22, S24, S26, S29, S30、S33, S35, S40、S41, S55 系統を呼び、深夜便の SN1、SN3、SN4、SN5、SN7、SN9 系統などであり、スイス国鉄のほか、ジールタルチューリヒユトリベルク鉄道、スイス南東鉄道、 BDWM 交通、フォルヒ鉄道により運行されている。詳細は、チューリヒの S バーンを呼び、ドイツ語のチューリーヒ S バーンの項の項を参照。2001年2月23日には、ラブド510-010から2編成とラブド510-013から6編成外フレティコンで事故を起こし、4月9日から510-121から7号車が、 トラブド510-013から6の編成組み込まれ、510-121から7から510-213から2から510-127から4で編成を組み、ラブド510-10 0から2編成として510-120から9、510-210から8、510-126から6号車が、廃車となっている。その後、チューリヒエスバーンに、 シーメンス製デジロシリーズを2階建て車両としたラベ514型が増備されると平屋建ての3両編成で輸送力が小さく連結機の違いから客車列車を牽引することができないラブド510型は順次廃車となり2008年10月のダイヤ改正で定期運行から外れ2010年までに全車解体されている各編成の廃車年月日は以下の通り ありがとうございます。